ゼルビアでこういったときに分かられるっていうところは、はい、非常にね、こう、まるでチャンスを感じる場面でもありますよね。そうですね。アントニオさんは、今季マツダに入ってきました。今日は、岡田義也、コーナーキックキッカーを務めてきました。前半の終了間には、誰かベストプレーということにもなりそうです。あ、サイド頭で当たった。どうぞ、これでいく。ビンゲ、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 エリアレーションパーカー。PK の位置を引っ張っています。今のシーンです。この切り返し、良かったですよね。出てますね。ペナルティーエリア、わずかですけども。このフランクの切り返しに思わず当たられてしまった。このようになったのは、町田ゼルビア、2点を獲得しています。前半の終了間には大きなチャンスを迎えました。キッカーの30番、中島祐希。